この活動はギフトヨペットが取り組むふれあいグリーンキャンペーンで、今回で49回目です。寄贈された苗は岐阜特別支援学校高等部が育てたもので、農園芸班の生徒は喜んでもらえると嬉しいと話しました。花の苗は長良川鵜飼開幕日の今月11日に岐阜長良川温泉旅館協同組合の5つの施設の宿泊客に配られます。キャンペーンは1976年から始まり、これまで県内に累計で38品種5800本余りが贈られています。